にちは、矢野です。小麦粉を使わずに米粉を使ってグルテンフリーのお好み焼きを作りました。長芋を入れたのでふわっとして食感の楽しいお好み焼きになっていると思います。野菜をいろいろアレンジして入れて、いろんなバリエーションのお好み焼きを作ってみてください。リクエストがある方、コメント欄に書いてください。ではまた来週。米粉を使ってグルテンフリーの、小麦粉じゃなくてお好み焼きを作りました。